ハンメルフェストは、ノルウェー北部の都市、基礎自治体。また、世界最北の町の一つである。人口は、約1.1万人。2020年1月1日に隣接する、クバルスンを編入した。ノルウェー北部ノールカップ岬の南西 100km、クバレー島西岸に位置している。行政的には、トロムスオフィンマルク県に属し、 西部の商業中心地でもある。暖流のメキシコ湾海流の影響で、北緯70度以北にあるにもかかわらず1月の平均気温は低く、摂氏5度である。世界最北の不登校であるとも言われている。緯度が高いため、11月下旬から1月下旬まで極夜、5月下旬から7月下旬まで白夜となるが、その幻想的な風景を求めて多くの観光客が訪れる。 古代以前には人類の足跡を見ることはできない。中世に初めてバイキングがこの地を発見したとされるが、しばらくは寒村であった。1789年にようやく自治権を獲得することに成功したが、その後町は三度の最悪に見舞われた。しかし、その都度町は力強い復興を遂げている。現在ではその美しい町並みや、ビアクや、極夜を目的とした。 観光客が増加している。また、ヨーロッパから北極海を抜け東アジアに達する北極海航路においてヨーロッパ側からの最後の不登校であること、また21世紀に入り、近郊のメルケア島にエクイノールが LNG 基地を設置したことからも非常に重要な港となっており、船舶の出入港が多い。工業は魚肉、魚油加工、船舶修理などが行われ、 肝などを輸出している。ノルウェー、カウンティーズミューニセパラティス、シティパプアレーションで2021年4月4日閲覧。ネイブンピー、ナイコモヤナー。ノルウェー政府、2021年4月3日閲覧。ありがとうございます。